新春スポーツスペシャル、箱根駅伝。新春スポーツスペシャル、箱根駅伝。新春スポーツスペシャルは根駅伝は、日本テレビ系列で放送されている東京箱根間、往復大学駅伝競争、箱根駅伝の生中継番組である。冠スポンサー、筆頭スポンサーである、札幌ビールの冠番組で、冠名を含めた正式名称は、 札幌新春スポーツスペシャル大会東京箱根館往復大学駅伝競争札幌ビール新種スポーツスペシャル大会東京はコネ館往復大学駅伝競争と筆頭スポンサーと箱根駅伝の開催回数を含めたものとなる日本テレビによる箱根駅伝の生中継は第63回1987年から開始された ただし初回中継時は、往路が7時55分10時25分、12時13時55分、袋が7時55分9時25分、12時13時55分の計4部構成となっており、3区4区7区から9区は中継が中断されていた。第64回、1988年は、往路の10時25分10時50分、袋の10時30分11時に別番組が、 放送されたため、3区8区が一部中断となった。第65回、1989年から前、区間での完全性中継が行われている。現在も数分間のニュース中断があるものの、そのまま、画面左下のワイプ画面で、中継映像を映し出すなどの配慮がある。第73回、1997年から第76回、2000年は CS 日テレでも、 同時放送された。なお、日本テレビが中継を始める前の第55回1979年から第62回1986年まではテレビ東京が箱根駅伝の中継番組を放送していたが1月3日12時13時54分の録画ダイジェスト放送号は生放送であった。番組のキャッチコピーは日本のお正月 毎年25%以上の高視聴率を上げる、正月恒例の大型番組となっており、テレビ番組の視聴率調査を行っている、ビデオリサーチでも、NHK 庁の連続レビ小説や、NHK 紅白歌合戦などのように、箱根駅伝の歴代視聴率に関する専用ページを設けているほどである。第一部は、ローカルスポンサー枠だが、日本テレビなど一部のでは、 札幌ビールがスポンサーについている。オープニング映像は第2部冒頭の7時51分頃に流れる。第1部のオープニングでは01月2日、01月3日の表示をしている。第81回2005年までは7時7時45分を見どころ番組表の表記は間もなく箱根駅伝として放送し、実況中継は7時45分からとなっていた。 地方局では一部地域で見どころをネットしないところもあった。それらの地域は、商店のスピンオフ番組、新春園で宝船おはよう商店などに差し替えていた。第82回2006年以降、すべてのネット局で7時からの放送となり、新聞やテレビ情報誌の番組表情は、見どころと実況中継の区分がなくなっている。各放送局で決めている。 実際のプログラムでは7時7時50分を第1部、7時50分以降を第2部としている。7時7時50分はローカルセールス扱いで7時50分から札幌新春スポーツスペシャルでや、一部では従来通り間もなく箱根駅伝と本編の札幌新春スポーツスペシャルを区分して掲載している。第85回。 2009年までは放送センターの出演者は第2部に入ってから登場していたが、第86回、2010年からは若干構成が変わり、7時のオープニングの時点で一旦、放送センターの出演者が愛してから、スタート地点にいる第1部進行のアナウンサーに引き渡す形になった。第89回、2013年時点で中継ポイント50箇所。 テレビカメラ81台、移動中継車2台、オートバイ中継車4台、固定中継車12台、ヘリコプター3機、実況アナウンサーとサブアナウンサー20名、スタッフ総勢1000名という日本のテレビ局におけるスポーツ中継としては最大規模の体制で行っている。日本テレビや関連会社だけでは全ての放送機材とスタッフを賄えないため、 系列各局や他系列の関連会社からも、機材や人員の協力を受けている。例として2013年の大会においては、実況アナウンサー、日テレ本社内の本部総合実況、中継所、移動中継者、担当14人が参加。その他実況はしないものの日テレ本体から6人、その他各系列局のアナウンサーの若干らが中継のサポートスタッフとして参加し、彼らは、 前回大会から1年をかけて、スポーツ新聞の番記者と同じ要領で取材する、学校をあらかじめ決める、学校担当制を採用して、密着取材し、出場者それぞれについてのプロフィールなどをまとめ、それを放送で紹介する補足資料などとして、紹介している。なお、第63回、1987年の初回中継時、スタッフ数は約700名であった。 東京都港区東新橋、潮止めの日本テレビ本社内に放送センターが設けられる。放送センターアナウンサーや箱根駅伝 OB のゲスト解説者が配置されるとともに中継映像のスイッチングや計測タイム取りまとめなども含めスタッフ全体のコントロール拠点となる。中継映像や音声は最終的に全てこの放送センターに集められ全国ネット局に送られる。その他、 箱根の NTT 双子無線中継所と湘南平にも中継拠点が設置され、ヘリコプターを介した山間部の中継者映像などを集め、日本テレビ本社内の放送センターに送信する。5クロックの山間部は電波が届きづらく、電波中継するヘリコプターが悪天候で飛べないことも想定し、コースと中継基地の両方が見える駒ヶ岳、病状が竹、 クノリンドウなど数箇所に中継機材を設置し、中継車の映像をそこに一旦集めてから、放送センターに映像を送る形式としている。第76回、2000年から移動中継車からの電波にはアナログ波に変えて、デジタル波を使うようになった。移動中継車の1号車は、1位選手がゴールするまでは、先頭を走り常に1位を移す。 2号車は2位から5位前後の主に順位が変わりそうなところにつく。3号車は、往路では2号車より後ろを走る注目選手を、袋では10位前後のシード高争いの模様等を映す。第79回、2003年からは4号車として、オートバイによる中継が開始され、その機動力を活かして3台の移動中継車で、まかないない部分を、カメラ車と実況車の2台でカバーしている。 第86回、2010年からは移動中継車を1号車と3号車の2台体制とし、2号車と4号車には、トライク、三輪バイクを活用することになった。放送上の表記は4号車のみ、バイクと表記していたが、第93回、2017年から1から3号車と同様に4号車へと変更された。なお、第80回、2004年までは、 画面上に号車の表記はなされておらず、距離表示の色を変えることで区別していた。その他、各所、全中継点及び、ポイントとなる場所に固定カメラが設置され、随時順位の正確な把握がなされているとともに、選手の通過タイムを独自に計測している。箱根の箱冷道門と日本橋では、クレーンカメラを使ったダイナミックな映像を撮影し、放送している。 2003年12月から順次開始された地上デジタル放送に合わせ、第81回、2005年では放送センターのみ、ハイビジョン画質だったものが、第82回、2006年では移動中継車も、ハイビジョン対応に付加したことや、対応機材の整備、電波掃除の体制がとりあえず整ったことを受け、各中継所など固定カメラの映像をハイビジョンに移行、箱根エリアと東京エリアを、 ハイビジョンで中継した。さらに、第83回2007年では、湘南エリアもハイビジョン化し、第84回2008年では、すべての中継映像がハイビジョン化された、イン取材映像などではまだアナログ機材によるものも残る。第94回2018年現在、番組公式サイトで、テレビ版と同じ内容、スタート10分前から配信する。 ただし CM の流れている時間帯も中継映像が配信される場合があり、その際は交通規制や沿道の感染についての案内が流れるニュース及び混着物語の時間帯は中継映像のみの配信。また、第93回2017年から番組公式サイトで各区間に1カ所から定点カメラの映像を配信する。第94回 2018年は、Hulu でも配信される、CM 中の扱いは公式配信に同じ。第85回、2009年から、オープニングエンディングともに、久石ゆずるが制作した、オリジナルテーマソング、ランナーオブザ・スピリットが用いられている。この曲は、テレビ番組のテーマ曲としては珍しく、吹奏楽曲として作曲されており、これは中学校の吹奏楽部にも演奏できて、 親しみやすくするという趣旨である。番組内で流れる曲は、東京高生ウィンドウオーケストラが演奏を担当している。中継放送の中で数回、過去の大会を走った選手や支援者などのエピソードが紹介される、箱根駅伝混着物語が放送される。日本テレビでは、以下の系列曲、一部を除くからスタッフ及び、中継機材の協力も受けている。なお、 当大会の模様は、クロスネット局を含めすべての日本テレビ系列の放送局で生中継をしている。院は、事後番組ネット局。インはかつて飛び降り飛び乗りが行われたつぼ、ね、沖縄県では、日本テレビ系列の放送局がないため、テレビ朝日系列の琉球朝日放送はもとより、日本テレビ系列の番組をネットする。 富士テレビ系列の沖縄テレビや TBS 系列の琉球放送は、それぞれ時系列の番組を優先するため、地上波では放送されない。ただし、日本テレビの箱根駅伝のホームページにあるインターネットのライブ配信、スタート10分前から配信、BS 日テレ、当日夜に箱根駅伝ダイジェストを放送。 CS 放送の日テレ G、遅れ時差放送として3月に箱根駅伝ダイジェスト放送では沖縄県でも視聴可能。また、本島北部では鹿児島読売テレビが受信できる世帯が少数ながらあるためリアルタイムで見ることも可能ではある。以下のデータはビデオリサーチ調べ関東地区世帯リアルタイム。事前番組、オーロの実は袋。 事故番組のみは、10月中旬の土曜日に、陸上自衛隊立川中屯地立川市街地、国営昭和記念公園の全長 21.0975km のコースで行われる予選会は、札幌スポーツスペシャル大会箱根駅伝予選会、札幌ビースルスポーツスペシャル大会箱根駅伝予選会として、本大会同様に、札幌ビールが、筆頭スポンサーとなって放送される。 2011年からは出場するチームのエピソードや注目選手を紹介するミニ番組が日本テレビで年末に放送されている。第83回2007年には JR 東日本山手線の一部電車をデジタル箱根駅伝と称し、日本テレビの地上デジタル放送を活用した車内での生放送を実施した。また箱根駅伝ギャラリー列車と称し、 各出上大学のタスキを模したラッピングが施された山手線車両を運行した第84回2008年も実施第546編成。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。